ビクトル・フォンラングは、オーストリアの物理学者で、結晶学の創始者の一人である。結晶の面間の角度を測定する後にオメーターや、反射式のガルバノメーターを製作した。ウィーナーのイシュタットに生まれた。ウィーン大学で学んだ後、1859年に、ギセン大学で、結晶の研究で博士号を得るとともに、パリやロンドンの科学者の知恵を得た。その後、 ハイデルベルクで、グスタフ・キルヒホフ及びロベルト・ブンゼンの下で研究し、パリでアイン・リビクトル・ルニョーの下で、実験物理学を学んだ。1861年に、ウィーンに戻り、ウィーン大学物理学研究所に入所し、ロンドンのケンジントン博物館、グラーツ大学で働いた後、1866年に、ウィーン大学物理学研究所の教授となった。1904年に、 オーストリア度旅行局の所長となり、1915年から1919 19年の間、オーストリア科学アカデミーの会長を務めた。オックスフォード大学の名誉博士号の栄誉を得た。科学の広い分野を研究したが、生涯を通じて、結晶の物理的性質を研究した。ラングの教えた学生には、フランツゼラフィニエクスナー、ヨハン・プルイ、エルンスト・レイハー、 アントン・ランパ、フェリックス・エーレンハフトなどがいる。好物のラングイッシュに命名された。ありがとうございます。